会館っていう名前の通り、平成2年に埼玉県の伝統工芸品を一堂に、まあ、あちこち現代的なものをね、一堂に集めましょうということでできた建物です。それが平成2年。でそちらの部屋の方に埼玉県の伝統工芸品が全部揃って展示してございます。で今埼玉県では20の地域で30品目のものが伝統工芸品として指定されております。この秩父銘仙もその一つです。それからここで作っております、すいません、あの声聞こえないと思うのでこれ使っていただけませんかね。あの全く留学生ほとんど日本語がわからないので大きな時に言ってしまうはい、大丈夫でしょうか。はい、改めまして皆さんこんにちは。こんにちは。今日はようこそ埼玉伝統工芸会館にお越しいただきましてありがとうございます。まず簡単にこの建物の説明をさせていただきますが、この建物埼玉伝統工芸会館という名前の通り、平成2年に埼玉県の伝統工芸品あちこちに点在しておりますので、それを一堂に集めましょうということで建てられた建物でございます。